ロクスバラ公爵は、イギリスの公爵くらい、スコットランド貴族。第5代ロクスバラ伯爵、ジョン・カーが1707年に上されたことに始まり、現在は、イニス・カー家が保持する。爵位名は、スコットランドの国境に位置する、ロクスバラにちなむ。歴代当主は、フロアズ城を本拠地としている。また、公爵家は本来イニス氏族の氏族長となるべき、価格だが、 複合性イニスカーを加盟としているため、その代表とは認められていない。カー氏族は、スコットランド南部から国境を行動範囲とした。青は、本拠地の一つカニンガム。カー氏族は、ノルマンディ地方からスコットランドへとトライしたとされるクランである。黎明期の一族には、フロドゥンの戦いに参加したアンドリュー・カー・オブ・セスフォードや、 メアリー一世とその息子への不動の忠誠を表される、トマス・カー・オブ・ファー・ニーストといった人物がいる。その両者の子孫にあたるロバート・カーは、国王・ジェイムズ六世を補佐した帝神で、辺境アセチア王子少将を歴任した。彼は1600年に、スコットランド貴族の、ロックスバラ教に、続く1616 16年には、ロックスバラ伯爵及び、セスフォード及びケイバートンのカー教を授けられた。 しかし、初代伯は息子に先がたれていたことから1643年に、爵位を王冠に、変換。1646年には伯爵くらい及び、カー教員に対して、特別継承権を付与されている。その特別継承権には、長女の子サウィリアム・ドラモンドとその両系子孫、さもなくば、そのウィリアムの姉妹・ジーンと夫第三代ウィグタウン、伯爵との間のヤンガーソン、加えて、 初代博の次男ハリー・カーの長女とその直系男子、さらにその女系男子への相続が規定されていた。初代博が没すると、規定に従ってウィリアムが爵位を継承するも、その認定は1660年代にまでもつれ込んだ。以降は二大博の直系子孫による継承が続いたが、その孫にあたる四大博ロバートが、このないまま死去すると、その弟ジョンカーが爵位を襲った。 彼が公尺化を起こすこととなる。初代公尺ジョン・カー現在も公尺化の邸宅であるフロアズ城。ジョン・カーはスコットランド国務大臣を務めた人物でイングランドとスコットランドの合同成立に尽力した。その功績を認められて1707年4月25日にスコットランド貴族としてロックスバラ公尺に譲されるとともにボーモント・セスフォード公尺、ケルソー伯爵、 ブロックスマス子爵、セスフォード及びオーバートンの家ー協を授けられて、公爵家の子祖となった。一連の爵位には、ロックスバラ伯爵位を継ぐものといった継承要件が定められていた。また、スコットランド貴族の公爵位創設は、ロックスバラ公くらいで最後となった。二代公ロバートは、初代公の一人息子である。彼は1722年5月24日に、 グレートブリテン貴族として、ヨーク州、ベークフィールドのカー伯爵及び、ヨーク州、ベークフィールドのカー団爵に譲された。三代公女は、ジョージ三世の知性下で、神室官長や、ロクスバラ党官を歴任した。しかし、三代公は見込んであり子がいなかったため、ベークフィールドのカー伯爵及び、カー団爵位は共に廃絶した。他方、公爵位は、当園の、 第七代ベレンデン教が継承したため、ベレンデン教位が公爵くらいの従属尺位となった。しかし、四代公ウィリアムもこのないまま死去すると、ベレンデン教位は廃絶、公爵位は継承を証明できる人物がおらず休止となった。これを帰化として、第六代順団尺サージェームズ・イニスは、イニス家を通じて公爵家のその女系子孫であったため、1807年にそのせいに、 を加えたほか、爵位と辞書の継承を主張した。これには三人もの親族から異議が唱えられて、互いに行為を主張する事態となった。このロックスバラ行為継承事件は、最終的には、1812年に貴族院特権委員会よりジェームズに公爵位が帰属する旨の裁定がなされて落着した。また、彼の実家、イニスケは、一六百二年創設の巡弾を。 世襲していたため、この順段借位も公爵家当主が帯びることとなった。五代公ジェームズの後は、その一人息子ジェームズが行為を襲った。その六代公ジェームズは、ベリックシャー統監や、スコットランド国立銀行総裁を務めた後、1837年8月11日に、連合王国貴族借位のイニス伯爵を得ている。その孫である八代公ヘンリーは、 ニューヨークの不動産王オグデン・ゴレットの娘メアリー、ゴレットと結婚し、九代公爵となる長男ジョージを授かった。その孫にあたる十一代公チャールズが2020年、現在のロクスバラ公爵家当主である。現当主である、第十一代ロクスバラ公爵、チャールズ・イニスカーは、以下の爵位を保持している。十代公爵がイニスカー。アラン・ウォーレン撮影。 1643年にノボダマスした際に、初代白の指名する人物を残余権として得たため、翌年には継承者の指名を行ったが、これは合力を発揮せず、1646年に、再度特別継承権付きの直居状が発出された。他方、特別継承権のないロクスバラ教威は廃絶した。第二代ベレンデン教場は、 第2代ロクスバラ白尺の4男に当たっており、第7代ベレンデン卿はその断径子孫に当たる。初代白の長男ハリーカー卿の長女マーガレットの直径孫に当たる。この順断尺位は現存最古のスコットランド順断尺くらいであるため、五代項以,以降の歴代当主は最先人のスコットランド順断尺の資格を帯びることとなった。ありがとうございます。